今日も無理さんなんか分かんない、おはようございます。ハレルヤアメン。はい、皆さんね、今日は日曜日で先日です。聖書ではですね、その1週間1回神様にその日を捧げなさいということで、安息日を守なさいという言葉があります。それはまあ10回なんですけど、イスラエルの人たちはまあ土曜日が安息日なので、イスラエルの人たちは土曜日を、仕事をしないで神様に捧げますね。はい。でもクリスチャンはですね、イエス様が日曜日に現れたのでね、最初の日曜日と、復活して最初の日曜日と次の日曜日にイエス様が日曜日に現れた。ですからクリスチャンはこの日曜日に集まる習慣があります。ですからクリスチャンにとっては日曜日をですね、まあ礼拝の日にしてるわけですね。でもそれはですね、神様のためでもあるけれども、人間のためでもあるんです。なぜかというと、その1週間に1回休むということは、肉体的にも精神的にも必要なんです、休みがね。でも、その世界はですね、休みなしで仕事してたんですね。日本でもですね、日本でも昔は盆と正月しか休みなかった。8月の盆とお正月しか休みはなくて、あとはずっと仕事しっぱなしですね。でそれは、人間にとって良くないことですね。神様はあの人間をそのこき使いたいわけじゃないんですね。人間が正しい生活をしてほしい。で人間は休みが必要だということをもちろん神様はご存知です。ですから1週間に1回休みを設けるというのはとてもいいことなんです。ですから私たちはその日をですね、性別して仕事をしないで、私たちクリスチャンにとっては、まあ、イエス様を礼拝する日にしてるわけですね。ですからぜひ皆さん、この日曜日は特別だと思ってください。この日は自分の日じゃなくてイエス様に捧げた日なので、ぜひ日曜日を大事にしましょうね。もう土曜日遊んで日曜日はもう疲れたけど礼拝ですとか、そういう感じじゃなくてですね、もう日曜日のために1週間があると思ってくださいね。月曜日から土曜日まではその日曜日に向かってですね、こう整えていくというね、日曜日が1週間で日曜日が一番大事だと思ってですから、まあこう習慣的にね、あ、仕方ない、クリスチャンだから仕方なく日曜日行こうとか、そういうのは良くないんですね。やはり、その日曜日は栄えある日ともってですね、神の栄光を表す日です。そうでしょ。イエス様を礼拝するっていうことはイエス様にとって栄光じゃないですか。イエス様のところに人が来てね、イエス様感謝しますね、あなたの愛を本当に感謝しますとかいうことはイエス様の栄光じゃないですか、ね、ですから日曜日は、イエス様の栄光を表す日ですから、栄えある日ですから、私たちのためでもあります。私たちは日曜日に集まることによって、この神様から祝福を受けます、ね、神様から祝福を受けます。それは霊的なことですね。油注ぎを受けます。礼拝することによって油注ぎを受けます。しかし世の中は逆です。世の中はですね、偶像崇拝することによって悪霊を受けているんです。皆さん、多くの人はですね、騙されて偶像崇拝をして悪霊を受けています。罪を犯して悪霊を受けるんです。これ大事なポイントですね。罪を犯し、偶像崇拝をし、不貧困をして悪霊が入って、その悪霊が入ったことによって自滅していくわけです。病気になって、何でしょうかね、ネガティブになって、そしてもっと悪いことをしたくなってくるんですね。悪霊が入れば入るほど
罪を犯しやすくなるんです。多くの人はそれ知らないんです。多くの人は、その自分の行いが悪霊を引き込むことだということを知らないで、騙されているんですね。しかし私たちクリスチャンはイエス様を礼拝することによって聖霊様が与えられて、いいですか、よく聞いてください、悪霊に対して聖霊様ですね悪霊に対して聖霊様、偶像崇拝をしたり罪を犯すと悪霊、イエス様を礼拝すると聖霊様です。アメン。これとてもシンプルでしょ。イエス様を礼拝すると聖霊様が来てくださる。油吸いが来るんです。そして油吸いが来ると癒されるんです。油吸いが来ると力がもらえるんです。油吸いが来るとですね、良いことをしたくなってくる。悪霊が入るとね、悪いことしたくなってくるんです。本当です。ちょっと悪いことしよう、見たくなるわけです。死のうとか、盗もうとか、ね、なんかちょっとさお酒飲もうとかね、ちょっとタバコ吸おうとか、羽外そうとか、ね、そういうね、その悪いことしたくなるのが悪霊です。ちょっとぐらい遊んでもいいんじゃないかとか、ちょっとぐらい悪いことしてもいいんじゃないかとか、それがね、多くの人はサタンに騙されてるんですね。そして、クリスチャンは逆です、ね、もっともっと、悪霊を追い出したい、もっともっと正しいことをしたい、もっともっと喜びたい、ね、もっともっと神様の祝福が欲しい。でそのまあその原理が分かればね、理屈が分かればできるんです。罪を犯すことは自分のためにならない、人のためにもならない。でも信仰で、イエス様に聞き従うなら、良いことが起きるということをはっきりクリスチャンもですね、曖昧だと分かんないんですよ。未信者の人は知らないんですよ。それは知らない。もうこの世の生き方しかない、もう罪の世界しかない。で、自分の好き勝手に生きることしか知らない。それにしか関心がない。欲しか関心ない。いろんな欲ありますよね。暮らし向きの自慢、目の欲、お金の欲、性欲、もうそういうことしか関心がない。ニコ生はもう欲だらけね、まあ、ニコ生に怒られますけどですから、そういう罪の世界から出なきゃいけないんです。悪の世界から出なきゃいけない。ヤクザはですね、ヤクザの世界にはまっちゃってるわけですね。ヤクザはね、そのヤクザの世界から出て初めて堅気になれるわけですね。で、多くの人たちは罪の世界で罪の奴隷になっているわけですね。ですから、自分たちが、なぜ苦しいのか、なぜうまくいかないかということをですね、知る必要があります。クリスチャンも以前は罪の世界の中で苦しんだ。だから私たちは闇の世界も光の世界も両方知ってるんです。だから比べることができます。当然光の世界の方がいいわけです。もう闇の世界、この世に戻りたくないんです。でもこの世の人たちはですね、闇の世界しか知らない。それしかないんです。光の世界を知らないんです。で、誤解してるんです。あ、クリスチャンなんか、綺麗事言ってるけど、あれはちょっとおかしいんじゃないかとか、クリスチャンの方が騙されてるんじゃないかとかね、偽善者じゃないかとかね、口ばっかりじゃないかとか、そう言ってる。それ知らないからね。教会も行ったことないし、聖書も読んだこともないし、実態を知らないで外から、ね、外目で批判してるわけです、ね、もちろんね、宗教にも悪い宗教たくさん、ほとんどの宗教は悪い宗教です。ほとんどの宗教は偽物です。なぜかというと神様一人ですから。神様一人でしょ。でも世の中の神様はもうたくさんいるわけでしょ。だから世の中の人たちは宗教を信じないのは当たり前です。
もう騙された人もたくさんいるでしょう。もうお金取られた人もたくさんいるでしょう。もう傷ついた人もたくさんいるでしょう。でもそれは神様のせいじゃないんです。神様のせいじゃなくて、悪魔が、人々がイエス様を信じないように偽物を置いてるっていう。偽物があれば分かんないでしょ、うん、皆さん、あのですね、ダイヤモンドの偽物と本物をこうたくさんこうあったら、うん、本当のダイヤモンド分かんないですよね。ね、見えないけど、ね、こうやってやらないと分かんないでしょ、うん、分からない。素人じゃなかなか分かんない。で、世の中はですね、あの宗教たくさんあって、どの宗教が本当の本物かっていうのは世の中の人には分からないんです。うん、あまりにもね、こうちょっと複雑すぎて分かんない。はい。でも、はい、神様ってあの困った時の神頼みって絶対神様助けてくださいってみんな言いません？言います、ね、今日の人でも何でも言います、ね、言いますよね、うん、だから一人しかいないんです。ああ、アメン。そうですね、はい、困った時神様っていうのは、まあ、あの漠然とね、うん、神様、神がいるっていうことは何となく分かるんでしょうね。で、八百万の神なんて、うん、みんな一人一人名前言えるかって言ったら言えないです。言えないですよね、うん、そうです。あのどこの神社の神なんて言わないですよね。なんとか神社の神様とかね、なんとか神社の神様なんて普通言わないですよね。ただ神様って言うだけですよね。人間はですね、神様によって作られたんですから、当然、神様を必要とするように作られているんです。問題は人間がアダムとエヴァの時から神から断絶してるということに問題がある。エデンの園から追放されて、アダムとエヴァがですね、こう、うん、あの神様に追放されました。神との関係がなくなっちゃったんです。それまではエデンの園で人間と神は仲良くやってたんです。人間は神様の言うことを聞いてたんです。ところが蛇の言うことを聞いて、神を裏切って、神様を裏切った途端に神との関係がなくなったんです。結婚と同じです。結婚もそうでしょ、うん、浮気して裏切ったらもう大体離婚ですよね。たった1回の浮気でも離婚でしょ。似てる、似てますよ。それまでは夫婦仲良くやったのに、1回の浮気でプッツン して断絶します。アダムとエヴァもそうです。1回の罪で、うん、1回の罪で神様との関係が壊れたんです。でもですね、神様がアダムに聞くんですね。なぜあなたは食べたんですか。そしたらアダムは、あなたが与えたエヴァに言われたから食べたと言ったんです。エヴァのせいにエヴァのせいにしたんですが、でもあなたが与えたエヴァですから神様のせいにしてるんですね。自分がね、言うこと聞かないで食べたのに神様のせいにしてるんです。だから追放されたんだと思います。もしその時アダムがね、あ、神様ごめんなさい、私はあのもう本当に食べちゃいけないって言われたんですけど、まあエヴァに言われたからかもしれないんですけど、私はあなたの言うことをちゃんと聞かなくてごめんなさいって、もし謝ったら許されたんじゃないかなとは思うんですが、そこは分かりませんが、アダムもエヴァも責任転嫁をしました。ですから私たちもね、今は全ての人がある意味ではアダムとエヴァなんです。全ての人がアダムとエヴァで、神様はなぜあなたは罪を犯してるんですかと聞いてるわけです。で、私たちは親のせいだとか社会のせいだとかね、神様のせいだって言ったら許されないで地獄に追放されるわけです。しかしもし私たちが、あ、神様ごめんなさい、私は、そのいろいろ知らないで生まれてきたけれども罪を犯しました、私は、いろんな悪いことをしたり言ったりしました、ごめんなさいってイエス様に謝るならば許してくれるんです。優しい神様。そうです。ですから私たち人間はアダムとエヴァの子孫ですが、アダムとエヴァと同じものなんです。罪を犯したものです。でも神様は優しい方なのでチャンスをくれるわけですね。許してくれるチャンスをくれる。それが十字架です。
十字架は全ての人に与えられた許されるチャンスです。許されるチャンスです。でそのことに知ったのがクリスチャンです。クリスチャンはまあ何でしょうかね、人生でいろいろありましたけど、結局イエス様のところに来たんですね。まあ、導かれたというか、イエス様のところに来て、イエス様を知って、十字架を知ってとどまったんです。イエス様のところに来てまたどっか行っちゃう人もたくさんいるわけですね。せっかくイエス様を知ってですね、なんだって言ってどっか行っちゃう人もいるわけですね。それはかわいそうですね。でイエス様のところに来てとどまって信じて、ね、罪が許されて人生がやり直しできたんです。クリスチャンは知ってるんです。もちろん信じる前の自分と信じた後の人生が全然違うことを体験してるんです。未信者は体験しないんです。未信者は罪の人生しか知らないんです。私たちは罪の人生だけじゃなくて変えられた人生を知ってるんです。信仰の人生を知ってるんです。完全じゃないかもしれません、ね、完全じゃないかもしれないけども、私たちは全然違うんです、うん、私もクリスチャンになる前はアル中でタバコ吸って、好き勝手にして野心家で、お金の亡者で、もうめちゃくちゃでした。不貧困もしてて恥ずかしい。未信者の時はそれを自慢してたんですよ。皆さん罪を自慢してたんです、うん、でも今は恥ですね、うん、そういうことは恥です。そういうものを、そういう生き方は今恥じてます。恥ずかしい。それは自己中であり、自分の栄光であり、ね、全く無知の産物です。多くの人は同じように闇の中で生きて、自分を誇り、虚しいことに騙されているんです。クリスチャンはそのことに気づいたんです。アーメン。アーメン。気づきましたか。アーメン。そして正しい言い方を今訓練を受けて、正しい言い方をしているのです。皆さんが日曜日に来てイエス様を礼拝することはとても素晴らしい、正しいことです。アーメン。礼拝することによって油注ぎを受けるでしょう。礼拝することによって御言葉を学ぶでしょう。礼拝することによって、成長します、礼拝することによってですね、整えられていきます、礼拝することによって前に一歩進むことができます、ね、私たちも問題あります、たくさんあります。で、信仰のない人はもう自分で悩んで苦しみます、はい、どうしたらいいか、どうしたらいいか。でも私たちはその問題をイエス様に委ねますから、自分で苦しまないんです。私たちは問題があっても苦しまないんです。イエス様に委ねるから、本当にイエス様が解決してくれることを知っているからです。だから私たちはもう、まあ、いい意味で楽観的になります。いい意味で楽観的ね。で、未信者の人たちは悲観的です、ね、なぜかというと問題だらけだからね。問題だらけ。しかし私たちは希望に満ちることができます。兄弟姉妹の皆さん、今日も神様を喜び、また神様が喜ぶ出会いをしましょう。ごめんなさい、ちょっと失礼します。マナーにしますよね。ごめんなさい、ネットは携帯はマナーにしましょう。はい、それではですね、賛美しましょうね、うん、携帯、皆さん、マナーにしましょう。牧師が忘れてどうするの。では、皆さん、一緒に向かって賛美をしましょう。
ださい。すいません、準備が悪いですね。左にあなた。
you、yeah.
来られる日まで。
Thank you.
イエス様来てください。愛されんだおるというのはですね、私はイエス様にこう全て明け渡しますということですね。多くの人は自分のもの、自分の人生、自分自身を自分のものとして、こう明け渡さないんですね。つまり、自分の力で生きているということですね。クリスチャンはそうじゃないですね。クリスチャンはイエス様に全てを明け渡すわけですね。自分の人生、自分の才能、自分自身を明け渡します。どうなるんですか？イエス様がそれをですね、清めてくれるんですね。清めて、そのいいものに変えてくれるわけですね。以前は自分の心は汚い心でした、ね、汚い心でした。しかし私たちはイエス様を信じて綺麗な心に変えてくれたんですね。以前はですね、自分の行いは自分で決めていたわけですけど、しかし今私たちはイエス様に聞き従って、自分の行動をですね、自分のものにしないで、イエス様の教えに従って行動するようになったんですね。人に憎んでたけど許した。人に怒ってたけどもう怒らない。人に意地悪だったけど優しくする。これはですね、自分の行いを自分でやったらできないことですね。自分の力じゃできない。自分の力で良い心は持てない。良い行動はできない。多くの人は罪の虜ですから、悪いことしかできない。でもイエス様に、ああ、私の行動をあなたに委ねますという時にイエス様が変えてくれるんですね。意地悪な行動から、優しい行動ができるようになったんです。アメン。それは自分というものをこう握ってちゃいけないということですね。多くの人は自分を自分で握ってるんです。自分のものだ、私のものだ、人にもあげないみたいなね。でも私たちはイエス様に明け渡します。アイサレンダーオールというのはそういうことですね。アイサレンダーオール、明け渡します。人生を明け渡すんです。そうすると素晴らしい人生になるんです。私も以前は自分の力で生きてるときは酔っ払い人生でしたけど、今は牧師人生です。皆さん、酔っ払い人生と牧師人生どっちがいいですか？ね、以前はですね、まあ何でしょうかね、以前は自己中人生でしたね。自己中人生。今はですね、イエス様中心の人生ですね。イエス様中心の人生。以前は無慈悲でしたね。無慈悲でした。自分優先ってことはね、他の人には無慈悲ってことですね。自分を優先するってことは他の人にはですね、優先しないってことでしょう。でも今私たちはイエス様のように無視になって、ね、自分のことよりも人のことを考えるようになったね。素晴らしいですね。人のことばっかり考えてね、人のことを考える人生、それはイエス様に人生を明け渡したからです。自分を明け渡したから、私たちはそういうふうに変えられたわけです。さっきも言いましたけど、クリスチャンはイエス様抜きの人生と、イエス様と共に歩む人生を両方知っているということですね。イエス様のない人生に戻りたいですか？
もうイエス様なしの人生はまた同じかもっとひどくなります、うん、ね、聖書にそう書いてあります。もし私たちがこの世に戻ったら前よりひどくなるって書いてある。もっと、うん、もっと罪深くなるんですよ、ね、だってそうでしょ。一度イエス様を知ったのに、うん、ユダと同じようにもう一度捨てるわけでしょ、うん、罪が重いじゃないですか。知らないで罪を犯すことと、あ、ごめんなさい、英語言わなくてごめんなさいね。ごめんなさい。何あ、さっきそれ言ってくれたのかな、ね、ごめんなさい、気がつかなさい。通訳なしだって、ごめんなさい。Before, without Jesus, but now, with Jesus. Very different. そして私たちはもう、イエス様の抜きの人生は考えられません。We don't think our lives without Jesus. それは、私たちはイエス様によってですね、初めて、正しい道を歩めてるからですね。 Only by Jesus we can walk on happy lives。 イエス様を抜きということは結局それは悪魔によって騙されるということですね。 Without Jesus we will be deceived by Satan。 多くの人はサタンに騙された人生なんですね。Many people are living by being deceived by Satan。 そして皆さん、今日のタイトルはまさにそういうことですね。 Today's title is All Evil Root is Loving Money。 諸悪の根源は金銭を愛することだというのが今日のテーマですね。諸悪の根源ですよ。諸悪の根源。All evil roots ですね。はい、じゃあちょっと読みましょうね。第一テモテ6の6から12まで。第一、First Timothy 6, 6 to 12。第一テモテ6の6から12。とてもいいとこなのでゆっくり読みますからゆっくり聞いてくださいね。御言葉はですね、本当に一個一個噛み締めて読むものですね。だから本当はたくさん読むよりもちょっと読む方がよく考えることができます。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。はい、ここまでですね。じゃあ、プリーズ、リード。First Timothy 6, verse 6 to 12. Now, godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having
food and clothing with those we shall be content. 9. But those who desire to be rich fell into temptation and a snare and into many foolish and harmful lusts, which draw men into destruction and perdition. 10. For the love of money is a root of all kind of evil, for which some have strayed from the faith in their greatness and pierced themselves through many sorrows. 11. But you, O man of God, fear those things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. 12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed in God and confession of presence of many witnesses. Thank you. この世界は何ですか? What is this world? この世界は神様が恵みを持って全ての生きているものを養っている世界です。 In this world, God is giving all need to creature. ですから人間もですね、私たちは、偶然生きているのではなく神様によって、生かされているということですね。 We are not living without God. We are living by God. And we are receiving all graces of God. しかし多くの人たちはそれを知らないで、または無視してですね、多くの人たちは自分の力、さっきも言ったように自分の力でこの、神からの恵みじゃなくてですね、神なしの何か良いものを、自分の欲しいものを求めてるんですね。 Many people don't know that they are living by God. They are seeking something by own power. で、多くの人はですね、神様から受けていることを、知らないので満足できないんですね。 Many people are not content only receiving by God. 多くの人たちはですね、神様から受けるということを知らないために感謝もできないし満足もできないんです。 Many people cannot thank God andcannot be contented. はい。しかし、この6の6にこう書いてあります。6-6、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。 Please read in English again. Okay, no problem. Now, godliness and contentment is great again. この満足する、神様によってこう生きていることを満足する、これが大きな、大きなその利益と書いてありますが、これは大きな正しさという意味ですね。 So, being contented is the best way to live. Amen? Amen. でも神様を知らない人たちは満足できないんです。なぜかというと神から受けているということを知らないからですね。 Many people cannot be contented to live because they don't know God. それでですね、私たちは衣食があればそれで満足すべきです、衣食があればそれで満足すべきです。英語で何て言うの？
So, going night, 6-8. 衣食があればそれで満足すべきです。Verse 8. And having food and clothing with those we shall be content.、Mm-hmm. はい。着物、ね、クローズ、それから食べ物、フッド、ね、それだけで、満足しなさいっていうんです。アメン。アメン。クリスチャンは満足できるんです。ね、クリスチャン can be content。ノンクリスチャンは満足できないんです。ノンクリスチャン can not be content。Only clothes and food。どうしてでしょうか。どうしてでしょうか。それは、彼らはもっともっともっとと思うからですね。Because they seek more。もっともっと。あ、本当。ちょっと失礼。多くの人はですね、何でしょうかね、欲があります、ね、欲があるので、神が与えたものだけでは満足できないで、もっともっと何かですね、その自分の力で、自分の必要なものをもっと欲しがるわけですね。Many people have desires and they want more things by own power. そして皆さん、ここが大事です。サタンは、いいですか？サタンはそれを利用して人々にお金を欲しがる。お金を愛する生き方を与えてるんです。Satan thinks that he uses this desire to love money。つまりお金というのは何かというと、お金というのは、人間の力で自分の欲しいものを手に入れる方法ですよね。Money is a way to get things by money, not God. つまりお金というのはですね、本来クリスチャンにとってはもちろん神様から来るもので感謝して使うものであって、その正しく使うということができるんです。Yes, Christian think that the money comes from God and Christian can use it correctly. しかし多くの人はですね、お金が偶像になるんですね。聖書ではお金が偶像だと言ってるんです。In Bible, money is idol. Money is idol. 偶像というのは神の代わりということですね。Idols are instead of God. A thing instead of God.アシャドウ、instead of God. ですから、多くの人は、お金を崇めるわけですね。They worship money. お金に価値があると思い込んでるんですね。They think that the money has worthy. Money are worthy.
power. Money has power. しかしこの10節を見ると、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですとあります。Please read the 6:10. First Timothy 6:10. For the love of money is a root of all kind of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. どうしてでしょうか? Why? それは神の代わりにお金を愛し、神の代わりにお金を求めるからですね。 They ask, they seek moneyInstead of God, they love money instead of God. ですからそこにですね、さっきも言ったような偶像崇拝することによって悪霊が働くのです。When they love money, evil spirit works.イブルスピリットワークス、つまり、神様の代わりにお金を偶像とするときに悪霊が入ってくるんですね。 If they love money, any kind of, all kind of evil spirit comes to them. それはですね、もう本当にだからあらゆる悪の根なんですね。Money is all kind of roots of evils. 皆さんそうでしょ?皆さん犯罪はお金の犯罪多くないですか? You know that many crimes cause is money. 殺人の原因ね、殺人の原因お金のこと多いでしょ? All kind of murder's cause is money. もちろんですね、あの強盗とか盗みとかも多くはお金ですよね。And all thieves, all robbers cause is money. そうですよね。だから家族の喧嘩もお金で多いじゃないですか。All kind of troubles between family is money. 友達のね、友達と喧嘩するのもお金多くないですか? All kind of troubles between friends is money. あの、こう、お店でトラブル起きるのもお金じゃないですか? ね、ちょっと高いとか。あのお金が足りないとかなんてね。All travel in shops, office is money. この世の中のもういろんなトラブルはお金が原因の場合が多いんです。Many causes of all troubles in the world is money.裁判もですね、裁判もお金多いでしょ、お金の裁判多いですね。All courts is treating money's trouble. ですよね。ですから、皆さん、わかるでしょ、お金を愛することがあらゆる悪の根だっていうことがわかりますよね。You can understand that the money is the all roots of evil. ね。じゃあ、クリスチャンはどうなんですか?クリスチャンはお金を愛しません。お金は、あの、憎むことはないですよ。お金はお金として正しく使っていいんですが、お金を、お金以上に愛さないということですね。For a Christian, yes, we can use money
But we don't love money. アメ？アメ。それはどういうことかというと、お金も恵みも全て神から来るということを知る必要がありますね。We have to know money and all needs are from God. そして私たちはお金を求めるのではなく、ここにあるように正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めるということですね。私たちは求めるものがあるということです。世の中の人たちはお金を求めているんです。しかし私たちはお金じゃないものを求めているんです。どうしてお金のことで家族で喧嘩しなきゃいけないんですか？なぜお金のことで友達と喧嘩しなきゃいけないんです？おかしいでしょ。それはね、間違ってるんです。考え方が間違ってるんですね。 Why should we have trouble in my family? Why should we have trouble in our friends? It is wrong. 私たちはそうではなく、むしろ平和、そして、正しさ、そして、健全さ、その和解、そして調和、そういうものを私たちは求めるべきです。 We have to seek peace, patience, righteousness, harmony, peace, confident. そういうものがですね、本当に自分を幸せにするし、家族を幸せにするし、周りの人を幸せにするということを知っているんです。そしてそれが神様の御心だということを知っています。 We know these things causes us happy and family and friends and society they need like that. そしてそれが信仰の戦いだと書いてあります。 In 12, War of Faith, War of Faith, Battle of Faith, 12, War of Faith. Fight the good fight of faith. Fight the good fight. Fight the good fight of faith. Fight of faith. つまり信仰の戦いですね。信仰の戦いっていうのはそういうことです。信仰の戦いというのは、そういう何をね、要するに、お金を愛する生き方ではなく、神の御心を愛する生き方、それが信仰の戦いだということですね。 The fight of faith is not seeking money, seeking peace, love, joy. Amen. Amen. そして and eternal life. <Yeah. S 1> ですからクリスチャンは、本当にこの世の偶像がお金だということをよく理解して、クリスチャンでもまだそのお金の問題をクリアしてない人はたくさんいるんですね。 Many Christians didn't clear money teaching not yet. クリスチャンはこのことをよく理解してですね、ノンクリスチャンのように、お金に騙されないようにしなきゃいけないんですね。 We don't have to be deceived by money. もし私たちが失敗すると、ここにですね、もっと、ね、大きな誘惑とか滅びに、入ってしまうと書いてありますね。If a Christian will be deceived by money, we will going to be more worse, more fall in evils.
ですからイエスもおっしゃいました。人は神と富と、富というのはお金ですね、神と富とに両方使えることはできないとおっしゃいました。 Jesus said A man cannot serve both God and money。 どっちかね。 God。 そう、神に使えるかお金に使えるか。世の中の人はお金に使える。私たちは神に使える。わかりやすいね。すごいわかりやすい。わかりやすい。そして、イエス様はこう言いました。神のものは神に返し、カイザルのものはカイザルに返しなさいと言いましたね。カイザルっていうのは、まあ、あのローマ時代のコインですね、お金ですね。でそれをあのカイザルに返しなさいと言いましたけど、まあ、それはちょっとストーリーがありますが、 Jesus said、ね、Return things of God、 Return things of Caesar。 それはどういうことかというと、ね、私たちは神のものを神に返す生き方だということですね。世の中の人たちは、お金で生きているということですね。We are living things of from God。 People are living in things from the government。 アメン。短い話いいです。あ、いいですよ、いいです、どうぞどうぞ。じゃあ一緒大丈夫。あ、一緒、じゃあ一緒大丈夫、はい。今はお話のことは思いましたね。癒かしがあったんですね。私は群馬県に行きたいけど、でもお金も足りなかった。クリスマのことはたくさん、お土産買いたいと、子供たち のパーティーですね、イエス様生まれから、その心配は神様よくしている。でも信仰があれば本当にね、心から私頼みました。ああ、私は神様、私はあっちにいろいろ食べ物とかを、いろいろ、おもちゃとか買いたい、あげたいとか、それがあったり、聖霊様は本当にははっきりお話ししましたですね。どうぞいいよ、だっていいよ、日にちとか時間とか椅子行って戸戻ってとはっきり教えてくれました。でもお金がないとか大丈夫、私は お父様父ですと言いました。それから主人は銀行に行きました。25,000円見つけた。25,000円、彼は自分でびっくりしました。全私は全部通った、何もなかった、銀行で。本当に、じゃあそれはね、聖霊様のプレゼント、神様のプレゼントです、うん。夜はね、お父さんはおパンはない、もうお願いします、パン買ってください、私はスーパーに行って買って10時ごろ買って戻る、1万円を見つけた。外で、外はねパブがあったけど、でもクロスもあれ誰の、私見て、私は頼んだ、あじゃあ神様のプレゼント、35,000円で集まって5万に行きまして、いろいろ買ってあげて、それはね本当には何でもできる、お父様よく聞こえる、よくしてる、本当にいいお父さん、いい神様です。だから信仰が欲しい、ね、信じて欲しい。信仰があればお父様何でももらいます、ね、病気の人がもちろんもっともっともっと助かります。本当に信じて欲しいね。もし信じられ、信仰のことは
一番大切です。信仰がないは何も神様はできないんです、ね、でも信仰があればイエス様と天使たちもみんな嬉しいも何でもできるできるいいことを見ろいいことをそれはイエス様のグローリアです Thank you Jesus Thank you イエス様ありがとうございますありがとうございますアメンアメンアメンですから素晴らしい証ですが、お金がないからといって心配してはいけないということですね、うん Don't be anxious when you have no money、うん、ただ求めればいいのですねはいどうぞじゃないですか確か、はい、与えれば与えられるっていうのが聖書にあったような気がしま す、ねうん、人にその与え続けなさいマザーテレサ、クリスチャンのマザーテレサも同じこと私たちはあの成功するためにお金持ちになるために生まれてきたのではなくあのチャレンジするためにチャレンジするために生まれてきたのですとそうですあの大事なのは、まあ、求めたら与えられますという教えがとても大事ですね Ask and it will be given イエス様に求めるなら与えられるということがとてもとても大事ですね Ask to Jesus is very important, very important.、ね、ですからクリスチャンはね何も悩まないんです求めればいいんですから、ね、クリスチャン Don't beAnxious, because only ask.、ね、ただ求めればいいんです。だから何か困ることはないのです。ないんです。Don't be troubled. イエス様おっしゃいました。心配してはいけない。Don't be troubled. 心配してはいけない。ただ求めればいいんです。祈ればいいんです。アメン。Only pray. Pray. Only ask.To Jesus. Wow. それを私たちはね日々毎日それをして体験して体験すればするほど確信が与えられるんですね、we try and have a confidence Amen 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 Amenそのように信仰的になって、強くなりましょう、ね、Please be peaceful and be strong in Jesus Amen, Amen. ありがとうございますありがとうございます、うんまあ、世の中ではですね、お金がなくて困っている人はたくさんいると思いますね。Now, in this world, there are many people who are in trouble of money. でも、クリスチャンは、心配します。But Christian don't be troubled by money.ですから皆さんもしお金に困ってたらイエス様に求めてくださいね。If you have you have no money, please ask Jesus. 天のお父様、本当に困ってる人がたくさんいると思います。I think that there are many people who have no money.リスナーでお金に困っている人がたくさんいます。In listeners, there are many people who have no money. どうぞ彼らがイエス様に求めることができますように。Please, make them to ask you money.
そしてあなたは答えてくれます。And you will answer them. 多くの人はあなたを知らずに苦しんでいます。Many people are suffering. They don't know Jesus. あなたが生きて与えてくださっていることを体験できますよ。Please teach them to know Jesus will give them and have an experience. 神様、私たちはあなたの中に生きて恵みを受けています。We are living in you and we are receiving your graces. 本当に心から感謝します。Thank you so much. そして、多くの人が神に立ち返るように私たちを用いてください。Please use us to work that the many people will come back to you. イエス様の御名によってお祈りします。We pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.お金は見えます。Money is visible. 神様は見えません。God is invisible. でもお金に力がありません。Money is no power. しかし神様は全能の力があります。God is almighty. お金はただのものです。Money is only thing. 神様は生きている、無限の力を持ったお方です。But God is almighty, eternal, having power. 私たちは、物に使えるものじゃなくて、生きた神様に使いましょう。Let's serve.Only sing money, but we serve God, living God. 手の落とすも、この世界はお金で苦しんでいると言っても過言ではないです。Many people are suffering in lacking of money. それは、サタンに騙されているからです。Because they are deceived by Satan. お金に目がくらんでいますね。They are looking at money. しかし私たちはイエス様に目を向けます。But we look at Jesus. そうすれば、全く状況が変わります。Then the condition.Will be changed completely. どうぞ多くの人がイエス様を信じてお金から解放されます。Amen. Amen. Please deliver people from money. Bondage of money. お金は偶像です。Money is an idol. 多くの人がそのことに気づきますよ。Please teach.Them eat. イエス様の皆によってお祈りします。We pray in the name of Jesus. Amen. Amen.
お金を愛しますか、イエス様を愛しますか。イエス様を愛します。Do you love Jesus or money? We love money. We love Jesus. We love Jesus, not money. イエス様を愛します。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 アメン。Thank you.